客至るは、中国春秋時代の進むの将軍。地は客、または、放地名から恩、意味がわいたり、自由は送り側将。客秋子とも呼ばれる。早期当主の客家内や叔父の客らと共に、三劇と呼ばれた。当時真の貴族の中で最大の勢力を誇っていた、客氏の傍流として生まれる。客氏の先王は、他の貴族たちの反感を募らせていたが、 その中で、客至るの連直な性格は他国まで知られており、その不信も進むに亡命した際には、客至るを頼ってくるほどだった。また、三笹の戦いで、敵方の座への王である京王に、戦場で三度まみえながらも、三度とも兵舎を降りて、礼を施した態度は、敵味方双方から称賛された。しかし、一方では、自分の功を誇って傲慢な態度を取ることもあり、 また、客氏の対抗勢力に対しては、常に敵対的な態度をとっていた。例えば、紀元前583年に、長氏を再興させた、長武氏が、客至るのところに、成人の挨拶に来た時には、たとえあなたが誰にも負けないとしても、行為など望めませんとつれない態度をとり、また、三笹の戦いの前年の紀元前576年に、県大部として知られる。 白州を客氏の敵対者とみなして、ハゲムコに残訴して殺害した。このことで、客イタルたちは判決に、善人を殺した客氏には必ず災いが下ると、非難された。これらのことが災いして、紀元前574年12月26日に、ハゲムコが客一族を滅ぼした時に、客イタルも中殺されたが、その際彼は、 一切の抵抗もせずに商用都市に就いたという。死後、明を送りなされ、客明子と呼ばれる。ありがとうございます。